お疲れ様です。今日はですね、現世界一プレイヤーが使う、スケフリやっていこうと思います。おい、ペッカやないかいと言ったとこで、こちらですね。はい。マイティリノ、そして呪文がね、フリーズ、ヤノアメ、タルババとちょっと多いかな。まあ、スケラといえばポイタルとか、ヤユキとか、なんかそんなイメージがあるんですけども、ちょっと呪文が多めな、はい、スケフリということで、実際にこのプレイヤーが使ってるかな。で、他のプレイヤーもなんかちょいちょいパクってね、このスケラが今、やや流行りかな。はい。といったところでやっていきましょうか。このデッキはね、まあ今、大型がやっぱ、多めなんですよね。まあゴーレムであったり、エレジャイに対してかな。はい。まあそういったところに、ものすごい強いです。はい。なので、大型を引きたいんですけども、アイスピが見えたので、まあこの時点でクロス、枯渇、ホグあたりにはなってくるのかなと。さあ、相手もマイティ。で、マイティはね、足が遅くなって、そんな別に流行ってるわけでもない。そんな流行ってるわけではないんですけども、ただただね、このデッキでは使われてる。おー。で、相手もアーチャー、クロス。クロス来たっすね。さあ、普通の2級クロス。まあ、ナイトだったら、じゃあマイティなんで、ちょっと重めのクロス。これ起き上がれるそう。うい、ここちょっとチャンスじゃないか。相手がアーチャー使ったんで、もうなんか適当にマイティスケラ打っちゃっていい気がするんですけども、端前マイティフタとか来るなら逆に逃げたい気もするが、打っちゃおう。一旦打ってフリーズまで打っちゃおう。デリバリー丸ウッド丸。スケラ受けはちょっと多いが、このマイティバカでアーチャーを処理してダメージを稼いでいく。ここにフリーズとかあったらね、おしゃれだったかなと。いうわけで、まあ、なんか変なクロスですね。デリバリーか。まあ、回転遅いのはね、俺からしたら別にいいんですけど、クロスボウ自体がそんなに、うん。と思ってたけど、全然守れてるな。いや、受けがね、ヤナムとか腐るんで、受け的には、苦しいが、アーチャー飛ばせるって考えるとだいぶ悪くない。さあデリだな、まあ、デリだとロケありそうですね。マイティこれ出して打ってきたら逆に潜ります。打ってこないです。アーチャーも即矢即矢、はい、もうアーチャーの矢なむ削りみたいなとこあります。さあ、でここは打ってアーチャーはパッキュン、パッキュン。よし。で、ここでヤナメまで打っちゃいます。アイスピ。フェニー、うちのフェニー頑張ってもらって。なんか相性が非常にいいように見えるな。クロスに対してはそこまでいいわけではないんですけども。めちゃんこいいです。そして防衛クロスも正直そんな怖くない。よいしょ。パッキンしちゃって、いやー、デリバリープラスのこのウッドの防衛が強いですね。あ、もうだいぶ吸ってる。さあ、この後の防衛さえなんとかなれば。で、これ1個低めに置くとクロスの竹取らないんで、よしよしよし。そこ斜めで弾くこともできるんで、よしよし。さあ、フェニックス無双してもらって、まあ、デリがどんぐらい頑張るのか。打っちゃうか、気持ちね。で、打つだけ打って、ちょっとフリーズはね、一回ね、一回ビビった。もう守ってこれ勝てるんで、あ、なんか余裕で勝てそうっすね。いや、なんか打っとくか。あ、待って、ミスった。あ、ガチやばい。あ、こういうの本当に。このヘナチコプレイで負けます。あ、ガチやばいかも。笑えんぐらい。本気で。本気で。本気でやばい香りしてる。うわーお救われた。アーチャー出てきた。よしよし、さすがに今の耐えたら、だってアーチャー見ないし。よしよし、このタイヤも美味しい。ぶっちゃけ、おお、鬼の延命、いつスケラ打つんだっていう話なんですけど、ちょっと打とうかな。そろそろ打つだけ打って
矢斜めで構えてみたいな。とりあえずいっちゃう。さあフェニックスが守ってくれる。アーチャーこんにちは。てか矢斜めマジでいいね。これが矢の雨じゃなくてポイズンとかだったらまたちょっとね厄介にはなってそうですけど、さすがに諦めたか。いい、いいね。クロスに勝てる。まあでも相手がこれ大砲だったんで、フェニックス無双みたいなところはありましたがね。さあグッドゲーム。さす世界一位デッキと言ったところでしょう。なんか相性よかった。相性いいのがね多いのかもしんない、わかんないけど。逆に30人が引いちゃうとちょっと苦しいかな。さあゴーレムかエレジアが来ると非常に嬉しい。まあゴーレムの方が圧倒的勝ちやすいですけどね。マイティで溶かせるんでね。おや、これなんか近いものを感じるな。この人もスケラか。さあもしやのミラーまであるし遅延スケラーの可能性もあるが、さあ遅延スケラーっぽいな。こうなるとこれちょっとつけちゃうか。早めにスキル使わして、これマイティで逃げるとさっきキング起動されちゃうんでスケルトンラッシュも打っちゃう。これでキンキしにくいよねと。あれされる、これもしかして。あーよかった、危ねー。キング起動だけちょっと怖かったんでね。さあ遅延スケラです。でスケラにはうんどうだろう、アーチャーがめちゃくちゃ強いです。はい、まあポイズン型とヤナーム型でまたねどうなんだろうっていう感じの。さあキング起動だけされないようにフェニックス真ん中とその辺だけ気をつけてね。もう外っすね、で出すなら外から出してもキング起動されるかもしんない。よし、いやまあアーチャーの分ねちょっといいと思うんすよね。ほんのちょっと、まあこれはぶつかってもらって樽で多分やられるんですけど、そうっすね。こっちもやれるし棒っぽいかなこれ。さあ手堅いっすね相手受けが。じゃあ相手樽ババ、樽ババというか棒っぽいしてくるんでスケラ次から内側に打っちゃいたいっすね。内側から湧いたスケラがね倒されるまでにチクッてダメージ与えてくれるんでね。さあ問題はまあこっからみたいなとこあんな。サイド逆の方がねちょっといいんじゃないかな。ぽぽい、じゃあ墓石置きにきいな。これ墓石が邪魔で、あ、これでキング起動されるんだ、やばい。さあってことをちょっと今理解したので、よしよし、ミスってミスってる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 。おっとっしょ、お兄さん、これちょっとこっちを刺したい。やばいやばい、これこっちが刺されそう。やばいやばい、俺が刺したいのに刺されそう。え、なんで耐えたの。うわー、めっちゃ耐えられてるけど、よしよしよし、危ない危ない、マジ墓石、墓石本当にね危険です。キング起動されちゃう内側に寄せたらキング起動がさ怖いとこではあるが、いやこれマジフェニックス俺なんで真ん中出したん、学ばない男。怖い、どこに出せばいいんだろう。アイスイズだ、アイスイズだ、ちょっと天敵だな。えっ、ちょっと待って、なんかいろいろといろいろめんどくさいな相手の。まあ、ちょっと攻めます。さあ棒っぽいをしっかり使ってくる。うわー、こうなってくるとまた逆っすね。俺気づいた、気づいたっす、逆いかなきゃっすね。墓石をもう一回後ろに置け、タイミングかぶれ。さあ棒っぽいされる、フェニックス頑張る。うわーダメージマジで競りすぎてんな。
これもう打たなきゃ負けちゃうっす。さあボーポイ、いやマジ粘りのボーポイしてくるんだ相手。これ俺もしかして最後に負けるやつ。いやもうこれでも、パッキンある、パッキン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 、ババババババーイ。おぶねー、怖い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 あいつ全然スキル打ってこないやんっていうね。怖かった、不気味だった。なんか最後一発持っていく感じなんかなとか思いながらも全然アーチャー強かったわよしよし、危ねえ、怖いな。スケル対決か、まあさすがにアーチャーが強いですね。さあ世界60バッチの YouTuber コリアンすかね。さあ大型来い。おやおや、いやこれは樽を強要してくるっていうか、もう大型ラバゴレエリジャイアン来た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 。おや、えマジで相手寝てるかも。ちょマジ寝てるにかけていきます。寝てる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 、起きんな起きんな起きんな。あーお前ゴリゴリ来てる、ね、さあもうこれにはちょっとヤナメがあー金もヤナメね。パカンパカン、あーいやでもだいぶ刺さったぞ。てか相手あれだ、ラバやないか。わーちょっと安ね、しかもラバやなめ、まあ、寝てなかったな、寝てなかったけど千ダメ稼いだぞ。いやーまあフェニックスで頑張るしかない。あ、え、あ違う違う違う、スケラフリーズの方だ、まさかのインフェスね。あとインフェスキラフリーズだ、そっち。これ端前もうなんか勝ちたいっす。フリーズしてうちのフェニックス勝たしてあげたかったんですけど、あー相手もフリーズ使ってくれた。まあそれならなんなら好きに。いやー行かないか、ちょっと遅めの撤退だいぶ遅かったか。さあ縦線アーチ、そうっすね。矢の雨が、矢の雨がやっぱ厄介ですね。お互いスケルトも立っての選手いるんでね。さあこうなると正直左にちょっかいかけたくなってくるけど、どうなんですかねお兄さん。一回行ってみる。でマイティであのボーラーやりたい。よしよし、あのボーラーやりたい。よしよしよし、もうちょっと。でフリーズも相手あるっすね今回。いやーマジでやめに強い。さあ難しいね。フェニックスは同サイド投げるそう。ああ新しい。危ない、フリーズがちょっと来そうで。打つ、柳は使ってるんで相手これ防衛フリーズ。よしよし、いやーでもあんま全然スキルが入ってない。いやーでも耐えてる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 、悪くない悪くない。もう両者攻め柳打たなきゃみたいな試合して、これは甘えてるぞちょっと。宝石に頼って鬼許容していく。いやーパッキン打ってもよかったけど、
この後にもつなげよう。さあフリーズ打ってここ勝ちたい。マジでここめっちゃ行く、めっちゃ行きたい。いや相手防衛やなめ、相手これは嫌で、おい、さあ勝ち行く。スケフリ対決ですね、まさかの。しかも形が違うっていう、マジで大型意識してんな。インフボーラーバルキリー、そう、めっちゃオートロ来た。100ぐらい高いので勝てば40いかないコース、これはもらいたい。さあユウに、ユウのもねずっと強いの。あーペッカ工場っすね。いやーペッカかー、まあ、人気ピッカじゃない可能性もあるか一応。うわー卵そっから射抜く、これは樽が強い。あー違った、ガチチンパンだ、やべ。いやこれはちょっと耐えれねえな。いや痛え痛え。さあ墓石を工場で溶かされてからのさリババの受けがちょっとやばいですね。匂いようだ何かが。ってことでちょっとこっから追い上げたい。マジ打ちマジやめてほしいな。うん、まあ人気なんで圧着いいかなと。そう、いっちゃおうか強気に。でパッキンで圧着一緒して、おお工場でそんな止まるか。もう頭がかいようだな、もっとかゆくさせてやるよ俺が。まあ、相手呪文がねレイジだけか今んとこってなったら、うちのマイティーアーチャー、これ何も処理できないだろ。ハシマーチャーが行くんだこれ。マジパッキンした。フェニックスが頭かゆくなるだろうお主。大丈夫かこれ、フェニックスめっちゃやるぞ、めっちゃやるぞ。アーチャーやれ、全部やれ全部やれ、よし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 、まあ、めっちゃクリアマジ。うまじやばい、ああやべえ、ちょっと待って、もう待って待って、うわこれやべえ、絶対マシマシきます、マシマシ来るんだけど、普通に耐えたい、普通に耐える、マジで耐えれたら、耐えれたらマジでやばい、耐えれない、あ何もない、おい、あーかかっマジかよ。わあこれ序盤の一本はきつかったな。せめてもの抵抗、マジエリババ、エリババやべえな、強えな。ちょっとさあエレージャイカゴーレも引きたいですよね。最近のその大方にはやっぱバザネクが入ってないんでね、スケラー受けもそこまで優秀ではないっていうとこから、鉄ボンバー、あーやだ待ってくれんな、これお休みだったら暑いけどさすがになんか出てきそう。え何これどういうことちょっと待ってどういうこと。そう多分ガチで普通にシンプルシバスケラやったんだな、シンプルシバスケラだ、だって頑張って守ろうとしてるもんね。よし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 、ラッキー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 、え、こんなことある
いやさすがにね、チェーンスキャラだ。前週もそんなあるかがなかったけど、こんなことある。芝好きだ、芝ポイズン。ガチの芝っすよね、今の。やば。面白。やべえ、スターって、頑張って抵抗したけど、あ、やっぱ無理だっていう。潔いっすね。よし。ラッキー。たまにあるかな、こういうの。最初1000ぐらいダメージ与えただけで、ああスキラ入りすぎっつってやめてくる相手とかもたまにいるんだね。ラッキー。マジでゴレ来い。あーこれなんかやんなかった。天外非戦みたいな。これクロスのアーチャーの子じゃない。2周目入ります。うわキモその攻め。さすがにガチでやばい。何これ。やってることやばすぎだろお前。よし。は、橋前、大砲クロスね。フェニックスいるっすね。そしたらこっちの逆サイに。トゥドゥーン。マジフェニックスゲー頼む。耐えてくれ。お、諦める。あー、デリバリーもあったのか、この子。よしよしよし。いや、守ればもういけるっすからね。2周目ですから。いや、2周目も、もしかして、あ、待って、この人ね。あ、これ全然通んなかったんだよなって思って、撤退してくれるのも、ちょっとだけ祈りながらの。よしよし。一旦ね。やっぱフェニックスが相当嫌な顔してるっすね、相手は。早いね、防衛クロス。打つだけ打っとこう。もう構えが早い。これでクロスを壊したいが。よし。勝てそうだな、マジで。あ、でもロケ削りされると負けるんですよね、これ。手前にやってアーチャーやりたい。アーチャー使ってこないね。耐えます。さあフレーズタルババ強って。これロケットさないなんてことある？普通にないよな、そんな。これロケット飛んできます。え、マジでロケない？そんなことある？絶対ない。お、もうタルヤ削りで勝つんだけど、もしかしたら。さあウッドでどうにかねダメージを稼いでくる。フェニックスにデリ落とす？え、めっちゃいい。めっちゃいい。お、でも甘いって言われた。あー、強っ。ちょっと怖いっすね。これ絶対、わー、もうすんごい低い。この位置がすっごい低い。
さあ、アーチャーは出てこない。これロケ打ってくるよな。あ、やっぱそうっすよね。やっと打ってきたっすね。あ、すごっ。さあ耐えれるのか、お主。この攻めを攻められると、じゃあ、まあ、耐えられると負けちゃうんだね。マジで。いや、し最後も祈りの攻め、スケルフィー。はい。やむって。ガチャと祈り。祈ることしかできんけど。祈れば勝てそう。ほい、ロケが間に合わない。え、2周目。ごちそうさまです。危ねえ。でも、もっとロケ打てそうだったんですけどね。めちゃクロス置いてたわ。さあ、この人はね、あれだ、クローンじゃなかったかな。しかもラバクロのイメージがものすごいあります。さあどうでしょうか。来ましたね。これ攻め上がるまで行っちゃいたいな。スケルトン部隊だと思うんですよね。あ、ランバーでした。これマジで矢の雨なのはあれかやむとし。ああ、やっぱ矢っすよね。あっ、危ねえ危ねえ。ちょ、マジ卵が危ねえ。さあ問題はこっからっすね。でも今スケベもコウモリも使ってくれてんで、マイティースケラー行くとランバーヤナーメで守ってくれそうですけど、どうですかお兄さん。一回行ってみよう。ちょっとうざそうですけど、ランバーフェニープラスのもう一枚。そうですね。よしよしよし、使わせて。ヤナーメが今ないので、このアーチャーで無敵と。これ一生攻めて一本過ぎちゃうか。なんかラバクロ打たれたらさ、守れる自信ないんですよね、これ。さあ行きたいが行きたくない。一旦フェに合わせますか。で行くだけ行って、後から根性。おい、てかエテルキング1300しかねえ。あ、てかこんな守れるんですね。守れちゃったっすね。だってもう、あの、いっぱいあります。第1段階固める、第2段階消える、第3段階矢の雨。さあ相手もこれはもう諦めの。おい、いや正直負けたと思ってたけど、キングめっちゃ削ってんな。気づいたらナイススキラ。というわけで、こちら現在世界1位のスキラ、皆さんもやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。